どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日もですね、モジャ君ベトナムからモジャ君とこうズームでつないでですね、ガズレレのウクレレ G ラボウクレレのなんかいろんなことをこうちょっと、チェックしていこうということでございます。どうもベトナムからモジャ君こんにちは。はい、よろしくお願いします。暑いですか？暑いです。今の時期一番暑いですね。いや、そうです。僕の方の、レポートとしてはこれ、はい、めちゃいいよこれ、めちゃいい。よかったです、ありがとうございます。完成度めちゃ高いね。で、改めて思ったのは7フレットの弾きやすいこと。ここフレットないから、特にこうストロークとか16ビートとかここね、ほんとね助かるなっていうふうに思ってて、今回ほんとものすごいいいこのガズモデル。はい、そうなんです。素晴らしい。で、今ちょっとパッと見ると後ろにいっぱいなんかさかかってるものがある、はい、これってもしかして今 G ラボで受け付けてるセミオーダーが仕上がってきてるものなんですか？そうです、はい、セミオーダーのテーションがカラーバージョンですね。なるほど。それはだからお客さんがそれをオーダーしてくださったやつ今調整中ってことですか？そうです。最後の仕上げ中ですね。うわ、かっ、それ色は何ですか？これはフォレストっていうグリーンですね。深緑のシースルーになってる。はい、これ実はこのセミオーダーではこういうカラーバリエーションも受け付けておるということで、お待たせしてます皆さん。そうだ、それをちょっと皆さんに、ね、一応ご報告しないと。コロナ禍とかいろいろ事情がありまして、ちょっと遅れ気味だったんですけどね、今遅れてる中での予定としては予定通りというかご案内ってことで。そうです、そうです。はい、セミオーダーはもうほぼ予定通りに今なってきてるので、一般のラインがちょっとあれかな、はい、ちょっと遅れ、ラインがもうわがままく、はい、そうですね、はい、そこは本当にお待たせしておりますけど、その分本当にね、もちゃくんたちがチーム一丸となって作ってくださるということで、はい、お待たせしてすみませんということ。でも、うまいことその今、システムをお待たせしながらもね、こう回復してきて、今もなかなかいい感じだっていう報告を受けてますけど、どうです、工場全体の流れとしては。そうですね、いい感じです。相変わらず今ちょっとずつ予定も、予定というか、遅れてる予定っていうのも、生産の中ではちょっとずつ縮められるような流れで進んでいってますね。はい、なかなか安定させるのはやっぱこういう手作りのものってやっぱ難しいなっていうふうに痛感させられますけど、ちょっと、はい、暑い中本当にね、健康に気をつけて、頑張ってくださいというか、頑張ってくださいというかね、進んでいきましょうということで、皆さんそういうことになってますんで、とね、このベトナムをつないでよくこんな感じでまた定期的にやっていこうと思うんで、皆さんもご注目いただければというふうに思いますと。で、ちょっと今日はですね、以前モゼ君が、ちょっとガズさんにちょっと見せたいウクレレがあるんですということでご紹介していただいた、モゼ君の思うすごい今いいウクレレというかね、なんか完成したって話ですよね。そうです、一応、プロトタイプ、一応 G ラボのプロジェクトとではですね、できて終わりっていうんじゃなくて、もうどん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 面白くてこう次の可能性があるものをどんどん作っていこうということで、G ラボの代表の上田社長と道尾ガズとモジャ君の3人で一応独自のプロジェクトをいつもこう開発していこうということをやってて、まずそれの、第1弾がこれだったのかなという感じもするけど、これは僕の要望がすごく入ってて、今回のやつはモジャ君がちょっと本当に何にも考えずにこう作ったというようなコンセプトだったと思うんだけれども、それが出来上がったと。出来上がりました。どうですか、はい、感触は。感触、そうですね、仕上がりは個人的にはなんていうんですかね、やっぱり悪いところ当然あるんですけど、やっぱいいところは、そのままイメージ通りに見せてください。僕もまだ見てないんです。おお、やっぱり豪華な感じだね、キラッとしてるからね。そうね。その今さ、色としては、はい、後ろにあるどなたかがセミオーダーしてくださった色と同じ色ってことですかね、右上の。ちょっと待ってくださいね。ちょっと違うの。レッドなんですけど、ちょっと色合いは変えてます。
あ、そうかそうか、セミオーダーの方の方がちょっと紫っぽいイメージなのかな。あ、でもそっちの方がそうか、鮮やかな赤だ。こっちの方が鮮やかな赤。うん、なるほど。ちょっとこうよりも、あ、ちょっとね、牛肉っぽいというかね、小豆っぽいというか、ちょっとあの、小豆っぽい感じ。小豆っぽいね、確か小倉あんみたいな感じだね。なるほどなるほど。ありがとうございます。はいはい。なるほどね。はいはい。じゃあ、そっちのセミオーダーの方はちょっと丁寧に、あの、また最終調整に入ってもらって。はい、じゃあ、もじゃくんモデルの、なんかこう、全体的な、こう、なんかレビューみたいな、ちょっと、あの、もじゃくんの方から僕も聞きたいんで、お願いします。まあ、今回、薄レレベースの、うん、あ、薄いんだな。はい、薄レレベースの。いいね。俺、そのサイドとバックのその飴色みたいな色は好きだな。はい、このそれ濃いめに仕上げてます、ね。うんうん、はい、どうぞ続けてください。特徴としてはトップに鮮やかな木のある、今回サルスベリ使ってますけども、を持ってきて、で、まあ将来的にはこのモデルがあの市場に出るような場合はトップをカラーを変えられるような。イメージで、そう、分かんない方がいるかも分かんないんですけど、まあポール・リード・スミスってエレキギターがあって、あ、そうですね、それに似てるんでいいの、うん、そうですね、ポール・リード・スミスみたいな、まあ、宝石のような楽器っていうのを、うん、ちょっとやっぱラグジュアリーなウクレレを目指してみたってことです。目指した。ちなみにちょっと、ね、あのポール・リード・スミス知らない方がいるかもしれないので、ちょっとこの辺にあの後で編集で写真を出したけど、こういうなんかもう木工細工というかね、もう木目がすごくてカラーリングが入ってて、ちょっとゴージャスな感じのエレキギターの、まあウクレレ、あ、エレキギターの、まあ、すごいこう伝説のメーカーみたいなのがあってですね、うん、それ、まあ、有名なところで言うと誰が使ったサンタナとかね、あと日本人サンタナ、うん、ワンオクロックのギターのギタリストの、あ、そうですね、まあ、結構、まあ、ギタリスト大人気の、まあ、そ の、はい、あのムードをちょっとウクレレで再現したよということだと思います。はい、続けてください。 で、まあ、まあ普通のウクレレと特に違うのがこのエレキっぽさっていう、その、うん、なんていう使用感にしろ、まあこういうブリッジ、今回あのこういうアジャスタブルブリッジっていうのをそれもね、はいはい、これはちょっと知らない方のために、この間もこの話したっけ、ちょっと。ちょっとだけ、触りだけ話した。まあ、ちょっとさ、手短に説明してもらえる、はい、これ、このアジャスタブルブリッジっていうのは、ちょっとこう位置が移動できるようになってるんですけど、まあ、このネジを回すことによって、これ、なんでこの移動する、できるといいのかっていうと、この弦楽器っていうのは高いところを押さえるにつれて音が狂っていくっていう現象がどうしても発生するんです。うん、あの出荷当時、出荷した時っていうのが、まあ、ベストな調整になってるんですけど、弦を変えたり、うん、他のメーカーの弦太さが違ったりするので、ああ、そうですね、そういう要因で、このハイフレットに行くにつれて、チューニングが狂ってくるっていう、どうしてもそういう絶対的な制約があるので、これはオクターでベースでも全部あんだよね。そうです、そうです、うん、それをここを調整することによってハイフレットのチューニングも、合わせるっていう、はい、まあそういう部分ですね、そういう構造に今回はしてます、はい、エレキギターがでは一般的なんですけど、アコースティックっていうのはギターにしても、うん、アコースティックっていうのはあんまり使われてないので、うんうん、まあ、ちょっと珍しいかなっていう、はい、まあ、一応あのあれだよね、多分アコースティックギターとかウクレレとかって基本的にはやっぱりこういう、まあ、ガズレレみたいにこっちコード弾いて歌うことが多いからこっちの方でこう奏でるっていうのは、まあ、最近だとねソロウクレレっていうスタイルで使われるけれども、今までの、まあ、感じでいくとやっぱりあのアコースティックギターでもここでソロ弾くっていうあんまりないから、オクターブチューニングとかまでなかったんで、うん、こういうのが一般的だったけど、あのエレキギターはもう間違いなくついてるんだよね。間違いなくたまについてないのもあるけど、昔のまあ、まあ、ほとんどついてますね。まずつまり12フレットの音と0フレットの音が全く一緒になってるのが一番いい状態ってことだもんね、あの一般的に分かりやすく言うとね、1オクターブ綺麗に上がってるっていうのが一番理想的な。でそれをここ調整することで、このこっちの方でも弾きたい人はすごくいいよということで、それが採用されてるってことが、まあそうね、ウクレレでソロ弾きたい人とかはすごくいいんじゃないかということですよね。そうです、ね、
うん、あとあのウクレレでいうとあのロージーチューニングっていうあのチューニングもありますので、はいはい、弦を太くね、うん、弦を太くなると当然変わってくるので、まあ、そうそれもここで調整するとはい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 、いう感じですね。これはだから今回初めての試みで、それはモジャクで切り出してパーツから作ったってことなんですよね、そのブリッジは。まあ今回あのベテランの職員の人にあの図面を渡して、あ、なるほど、はい、ね、やってもらったんですけど、やっぱその感じがかっこいい。でここはだからね、今ふと思っているのは、ガズが思っているのは、その機能は確かに素晴らしいかもしれない。まあでもこれいろんな音楽ってスタイルがあるから、まあガズレレはそういうあんまりな出てこないけれども、まあソロウクレレやってる人なんかこれあった方が絶対いいよね。うんうん、もちろんですよ、はいはい、なんだけど僕の要望としては、せっかくだったらこの形がいいなと思います。これ土台だけでもなったらいいなと思うんだけど、どうなんだろう、できそうだろう。 この形ってさ、やっぱこの G ラボっていうのこの一つのまあ特徴じゃない、はい、なんかアイデンティティみたいな感じで、でこのスタイルがさ、うん、これがいいなと思うんだけど、できるのかな。まあこれって実はもうすでにある、日本の工房が設計した、やつなんですけど、この土台を、まあ、これはもうこの設計した設計図そのまま作ってるので、なるほど、なのであの多少変えて、まあ、全く同じにはならないんですけど、うん、まあ、近づけることはできるのかなっていう。なんかね、そうそう、まあ、それがあるとちょっとこうまだパッと見た瞬間分かっていいかなとか思ったんだよね。まあそういうのがね、まあ、選べたりするようになったりするのもいいかもしれないしね。特徴はありますか、それ以外のところ。ポジションマークが結構ギラギラしてるの。ポジションマーク、まあこれはまあそのまま、まあ一般販売するときにそのまま採用するとかは全然、まあサンプルないんですけど、統計でね、ちょっとよりエレキっぽいようなイメージにしたかったんですね。その色が貝でしょ、はい、ん、貝っす、貝の貝が結構すごい技術が高いっていう話ですよね。そうです、うんうん、はい、これ全部手作りでやってますので、その同じ芝板をこう切ってそこに埋め込んでるわけでしょ、はい、そうですそうですそうです、すごいね、うん、フレットを打つ前の状態で、なるほど、ね、はい、あとはポジションマーク、ちょっとカメラの映像で分かりづらいですけど、うんうん、サイドポジションマークがちょっと特殊な、うん、あの赤いんですけど、サイドポジションマークが赤いんですけど、その縁にあの金色の輪っかがあるっていう、ちょっと写真でちょっと送ってもらおう。そうですね、はい、この辺に貼っとくわ、そうしたら画面でね。ああそうですね、はい、ちょっとアップの写真じゃください。まあそういう細かいディテールが、うん、あとはそのサウンドホールの周りのこのロゼッタか、そこも豪華だね、やっぱりね、豪華、はい、ギラギラしてる、それも貝を埋め込んでるんだもんね。そうですそうです。で、まあ、あの一般的に高いモデルってなると、縁にも貝が入るっていう、マーチン45とかね、ここに今マーチンの DG45 貼るけど、まあこういうやつで俗に言う、その高級ラインってそういうことになってる。そうそうそう、まあ、ゴージャスな感じだとやっぱりリッチな、ムードを醸すからね。で実際弾いた感じはそれはどうなんですか。弾いた感じね、トップサルスベリのその乾いた高音が綺麗に、うん、そうですね、このウクレレもそうだけど、そのやっぱり硬い木だっていうのはよくわかるね。ですね。ハイフレットもハイコードなんか弾いてみる。あれだけど、やっぱりちょっと固めのイメージの音がやっぱ感じ取れるね。固めですね。なるほどなるほど。同じウクレレで、一般的なあのレギュラーのガズモデルの、うん、コンサートのウクレレっていうのも、はいはいはい、あの試作で、まあ、こっちにあるんですけど、はいはいはい、それと聞き比べると、まあ、トップがサルスベリで全然音色は変わってます。なるほど、今ここにあるんですよ、このレギュラーの
薄レレのサンプルですけど、これめちゃくちゃこれもまたいいふくよかな音なんだよね、これ。これはね、相当いいですね、この薄レレ。もじゃくんのこれ試作品ですけど、今度近々これ、商品ラインナップに加わる。と思います、うんうん。すごく完成度高い。そうですね、まあだから、はい、木材が違うからやっぱり色のバリエーションがちょっと違うかなってイメージなのかな。そうするとですね。この薄レレはですね、最近すごくお気に入りなんですよね。これ比べてみ見てもらうと分かるけど、これがレギュラーですね。今最近のガスモデル。これってガスモデルって普通のわがままウクレレと一緒でしょ？そうですそうです。厚さはね。はい。そうね。こんなに違う。半分なので約ね。そうで一見ボリュームがないように思うんだけど、すごいこっちは出るんだよね。そうですね、うんうん、まあこっちにその薄レレ、まあ、これも含めて試作いくつかあるんですけど、まだ日本にも出ない、はいはい、まあ、大体みんな同じぐらいの音量で、あ、そう、それはね、はい、すごいと思うね。まあわがままウクレレはもちろんすごいいい響きだけど、またそれとはちょっとキャラクター違うもんね。違いますね、やっぱりね、うん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 、全然これはこれでありかなっていう。いやいや素晴らしいです、ね、はい、うん、まあでもちょっとね、それそれを送れる、まあ日本に来るのかちょっとわからないけど、僕もちょっと弾いてみたいなと思うけど、まあ全体的に見るとその醸し出すオーラみたいなのはすごそうだね、やっぱりね。そうですね、今回その、うん、まあこれを全部採用するってわけじゃなくて、もちろん本当に、うん、冒険だからね、これを元に、まあ、この部分は取り入れましょうとかいう感じなので、はい、そうですね、来あさってか、あさって日本に出荷を予定になってます、うん、なるほど、はい、まあ、1本しかないんですけど、いろいろだからやっぱり冒険してみないと分かんないから、なんか偶然出てくる発見もあるだろうしね。だからもっとダイナミックな冒険もあるかもしれないんで、またちょっと、攻めてみてくださいというふうに。そうです、もじゃくんがなんか今開発してる、なんか鉛筆でそれ書いて最初のデザイン決めてるの。そう、そうデスタですね。あ、デスタ、はい、あ、じゃあそれ見せてもいいんだったら見せてくれ。ここに、はい、ないんですけど。ああ、なるほどね。あ、こういうのが、あ、なるほど、アイデアをね、いろいろ、あんまり変わり映えしないんですけど、うんうんうん、そのなんかこういうのに、はい、なんですかね、ピックガードみたいな、ここにピックガードみたいなのに穴が開いてて、うんうん、リゾネーター、リゾネーターとかってそこに響かせあったりするんですよね。すごいね、デザイン。なるほど。そっていうのとか。うん、それも面白そう。まあまあ、でも考えたりする方がいい。放送する方がね、やっぱりね。そうです、そうです。で、これを書いて、消しゴムで消しながらやってる感じなんで、アナログなんで。まあまあ、そういうのもちょっとまた今後もシェアお願いします。なんか面白いアイデア、はい、なんか面白がりたい。はい。で、僕のさ、このガスモデルのセカンドバージョンは進んでるんですか？ボディの方が箱になってるので、モデルの第2弾というか、うん、こちらが箱になって、ういう、はい、これからバインディカッタウェイ、薄レレのカッタウェイ、いいですね。ちょっと光の加減で見にくいですけど、うんうん、それトップはすごいね、すごい、はい、メイプルみたいなの、本当に。そうです。これもで、サルスベリ？これがサルスベリではなく、うんうんうん、まだメイプルの仲間でもない、ベトナムこの近辺にある木材なんですけど、全く名前がわからないっていう。まあ、つけちゃおう、名前。これが、結構何週間も名前をずっと調べ続けてるんですけど、うんうん、はっきり分からないです。というのが、うん、魚って地方によって呼び名が違うじゃないですか。あ、はい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 。あれと同じで、やっぱ木材も同じで、それでその一人歩きした地方名がまたわけわからんくなって、うん、で名前が、正しい名前が、学名がまだわからない。じゃあもうつけるしかない、サイゴンメイプル。そう、メイプルの仲間ではないんで。あ、そっか、まあ、言っちゃダメってことね。そうです、学名がはっきりしても、おそらくこれ日本名がないんですよ。なるほどね。まあ、和名が多分ないので、うんうんうん、ベトナム語の名前にするのか、まあ、やっぱり今のように
で、それはさ、手に入るじゃない、結構その安定的にっていうか。これが安定的に入るらしいんですよ。あ、そうしたらいいじゃん。ホーデルはなんかいい木で、なんかよ、あのな、もちろんね、見た目もだけど、まあ、音も大事だからさ、けど、よければさ、そういうのを使っていきたい ね、一般的なものを使わなくても別にいいと思うんだよね。すごいじゃん。学名とかがはっきりさえすれば、うん、おそらく名前は、まあ、オリジナルで付けていく可能性もあるのかなっていう、うん、まあちょっとじゃあそれ調べておきます。それも楽しみだ。色もさ、これ気に入っちゃってまた同じような、そうですね、サンバーストで同じサンバーストで、本当はだからフレットは普通に入ってて12フレットモデルがいいなと思って、予定では12フレットですね、うん、いやそれも楽しみだから、さっきのもじゃモデルとちょっと雰囲気は似てるよね、カッタウェイが入ってるという、そうです、そうです、ね、でこれが、まあ、今ここにあるあのコンサートモデルの薄レレの派生系というか進化版ってことだね。なるほど、うん、薄レレはね、今コンサートも試作品がやっと出来上がったってことで、それも良さそうだね。雰囲気やっぱ薄い感じが分かるから、どんどんエレキギターっぽい、確かにエレキギターっぽい、あの弾き心地も、うん、いいよね、あのコンサートになるとひっつくよ、ね、そうです、そうです、分かる分かる、俺もエレキギターすごく弾くから、なんか慣れてるから、あのなるほど、安いと思いますねまあ、なんでもうちょっとしたらその薄レレ環境のアナウンスもあのGラボとガズレレで始めると思うんですけど、今全体的にGラボの流れとしてはそういう感じで進んでるというのが、今日何日だ、4月の26日の現在だとそんな状況ですね、で、まあ、引き続きガズのわがままウクレレはもうあの作れば作るほどやっぱりあの経験値も上がってくると思うんで、まあまあ、スピードもそうだし、クオリティもまあもちろん上がって、にわかには上がっていると思うんですけどね、そんな流れかなという感じかね。あの数を作れば作るほど、その今までのものが悪いというわけではなくて、今までのものでなぜこの音が出たのっていうのが解明されるようになって、ああそうなんだよね。でやっぱデータが取れるのかな、わかんないけど、ね、まあちょっとずつね、冒険があのしながらだもんね。そのベトナムの職人さんも途中で加わった方のね見解もまあ入ったりなんかするから、まあ良くなっているという感じでなんだよね、はい、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。あ、重ね重ねですけど、あのお待たせしてる皆さん、本当もうちょっとお待ちください。あのこんな感じで進めております。そして今も言ったんですけど、近日中にこのガズモデル、まあ、当然ながら受注生産でありますけど、これの詳細のホームページとこれ販売商品化、進みそうです。合わせてこの薄レレ、こっちの薄レレもめっちゃおすすめして、これねまず軽くてね、もうほんと、あとこれ見て、これもこれがつくんでしょ。そうです、この、うん、このプラスチックとこれがねすごい軽くて、はい、これ後ろに出てるペグなんで、あの1対1で回るやつかと思いきや、これ4回転で1回転なんだよね。6回転かもしれないです。6回転ちょっとまた特殊かもしれないです、はい、ギアが入ってるからこれやりやすいんですよ、チューニング。なんでストレート、はい、昔ながらのストレートペグじゃなくて、これギアが入ってるやつなん でしかも見た目もさ黒いから、でヘッドもちっちゃくなってるしね、シュッとしてだいぶヘッド小さい、うん、またこれもお知らせを改めて、まあ、僕のガゼレ YouTube の方でするとして、その商品化多分あの近日中ご案内できるということを、まあ、ご報告させていただいてということ、はい、まあ、まあまたこんな感じで、もじゃ君とはつないで定期的にあの方向性というか、なんかあの、まあ、行きたいけど行けないからね、まあそうそう、相変わらずそうですね、行けないからな、まあ、こっちも緊急事態出ちゃったしね。向こうはそのコロナの状況どうなんですか、そっちは。もうコロナなんてもう忘れてるんじゃないですか、ね、はい、そうなの。もうあの飛行機が飛ばないぐらいのもので、国内は全然、まあでもよかった、そっちの方がいいわけだから、うん、そうですね、はい、まあじゃあでもそれでもね気をつけて、まあ本当にあの日々精進してやっていきましょう。はい、じゃあ今日はこのくらいにしとこう、まあ、またあの定期的にやっていこうと思います、はい、また皆さんもお時間あるとき見てもらって、こう開発の裏話ぜひとも興味持っていただけたらというふうに思いますということでございます。はい、じゃあ暑い中、まあ、張り切ってやってください、はい、じゃあ皆さんごきげんよう、さようなら。